こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。最近ですね、もう本当に会員さんの相談が二分化してます。一方は、言われた通りやったら売上も出て利益が増えてきましたと、ありがとうございますという、嬉しいメールが来ます。ただもう一方でですね、いくら売っても儲からないですという、泣き言と言っちゃあれなんですけど、そういう、あまりありがたくないじゃないな、なんだろう、心配になるというか、どうしたんだろうと、不思議に思う相談も来ます。でね、当たり前なんですけど、例えば1件取引して500円儲かる取引があって、100件やれば5万円になりますね。で、そうやれば、10万円とか20万っていうのは、わりかし簡単に達成できるんですけど、1件やって利益が10円とか、10件やって利益が500円だけど、返品食らってマイナスが3000円とかですね、儲かんなかったりマイナスになる取引は増やせば増やすほど、当然お金は減ってきますね。儲かるわけがないという、これがね、私すごい不思議なんですけど、おそらくね、多分もっともらしく、利益より回転率を上げて売上をまず増やしましょうという教え方をしている方がいるんではないかというふうに思います。これはですね、何かこうで儲かるようになるっていうことは言ってるはずですけど、儲からないです。はっきり言ってですね、儲からないことをやってて儲かるようになるっていうのはありえないです。でね、不動産の取引が私は専門だったんで、ずっとやっててね、ないお金で薄利多売で、でお金を銀行から借り入れして、で、やってるっていうのはですね、簡単に潰れる方法なんですね。いくらでも予想外の出来事って起こりますし、で今回不動産じゃなくてね、金額はちっちゃい、輸出なんですけど、そうは言ってもね、10万20万回転率上げるって言うときっと100万ぐらいは、利益じゃなくて売り上げは目指すんでしょうから、そうなるとですね、まず、輸出ですから普通に行って、2週間、どんな早くても2週間、ちょっともたもたしてる1ヶ月は、仕入れてから、売り出しまでかかります。で、プラスですね、アマゾンは売り上げが増えてって、ちょっと安いんじゃないかと、おかしいよっていうのをですね、ベテランの、担当者がついてる、セラーからですね、注意というか、いうのを受けますと、調査に入ることが多いです。そうすると売上を90日間預かられてしまいます。ということはですね、お金の回転率を上げようと思っても、自分では何もできないところで4ヶ月間はお金が出ると、順調に売れてですよ。でも1ヶ月で売れると思って、売るのに半年かかったら、4ヶ月プラス、半年で10ヶ月、どれだけその回転を上げるっていうのが絵空事かっていうのは、ちょっと考えれば分かることなんで、その薄利多売っていうのはね、個人がやって儲けるにはありえない話なんで、やめてください。よっぽどお金が余っててね、そういうのどうなんだろうっていうのを試してみるんだったらいいんですけど、よくはないんですけど、案外やってる人がね、資金があんまりない人にこそ多いんで、ちょっと不思議なんですね。カードで目いっぱいやって売り上げ上がんなかったり預かられると、本当に資金ショートしちゃいますんで、気苦労もすごいしますしね。私ははっきり言って儲かんない取引するぐらいなら、取引はしない方がいいと思います。輸出とかをまずね、商品見つからないっていうんであれば、いきなり輸出とかやるんではなくて、ブックオフとかね、スーパーのおもちゃ売り場とか、あとなんだ、マンダラケとか、近くにあればですけど、デパートのね、パートとか、そういう趣味のものを扱うお店で働いて、実際にお金を使う人はどういう人が使ってるか、どういう買い物するかとかね、そういうのを見た方がいいです。実際に接客したりしてね。そうじゃなくて、もう言った通りやれば、儲けやすいっていうのが Amazon 輸出のいいところで、わざわざね、ツールを使って、ツールについてもそうなんですけど、ツールはね、目利きができる人が補助的に使うんだったらすごい便利です。で、そうじゃなくて、目利きができない人がツールに頼ると、全く、過当競争のところに突っ込んできますんで、何のために
ライバルの少ない Amazon 輸出を選んだかが全く分かんなくなっちゃいます。ちょっとね、私のちょっと儲かるものしかやらないでくださいと。儲かるもの、儲かるはずのものをまず買って、で、1個ずつ FBA に送ってとかね。で、それで売れたものをまた売るだけですっていう、もう本当にシンプルで単純なやり方なんで、どこにもそのツールを使う必要もないですし、ましてね、買い手上げて売り上げを上げる必要もないです。買い手上げて売り上げ、見せかけの売り上げだけを増やすっていうのはね、何のメリットもないですね。あえて言えば、教えてる人とかね、まあ私なんかが、まあ私は、100人に教えてますけど、70人売上100万円超えてますって言ったら、なんかすごそうに聞こえますね。実際ね、売上100万超えても利益が5万とか10万だったら、気苦労が多いだけで何もなんないんですけど、私はむしろ、売上30万で10万とかね、それぐらいの、まあ、売上入んなくてもコントロールできる範囲とか、お金入んなかったらまずいとかね、やんなきゃまずいっていう状態じゃなくて、ゆっくりその3ヶ月かけて10万儲けるようになってほしいというのが、ポリシーというかね、戦略でやってますんで、もう売上を追うってのはやめてください。いいことないです。多分ね、すごい気がせわしないというか、なんともね、別に支払いなんか怖くないというタフな方ならいいんですけど、そういう人めったにいませんのでね、利益重視で取引は少なく、取引少なくですよ。取引多くしてもね、いいことないです。確定申告は大変になっちゃうし、トラブルは増えるし、取引は少なくて、で、利益を置くっていうのが理想です。で、理想通りやるために教えてますんで、あんまりね、売上を売ったりとか、ツールで何か出し抜いてやろうとかってのは考えない方がいいです。目利きできる人はね、逆に私のこんな話は聞かずとも、ツールっていうのはどういうふうに使えば効果的っていうのは分かってるんですけど、そうじゃなくて目利きができない方がね、ツール使うっていうのは非常に危険というか、儲かんないところに、本当に私もね、ツールがあんま好きじゃないんで、ツールのその良さっていうのはね、いまいち懐疑的でした。でもね、会員さんが増えてきて、ツールを使ってる人の特徴が、すごい競争の激しいところに突っ込んでいくというのがよく分かりましたんで、もうそのネタ選びにツールを使うっていうのは初心者は絶対やめた方がいいです。ということで今回はですね、ちょっと私の意図しないやり方をやってる方が結構いらっしゃることが分かったんで、その注意というか、目を覚ましてくださいというかですね、ということで、ツール初心者はツールを扱って、ネタを探さない方がいいと。その代わりね、現物見て、これが3倍5倍っていう値段ですよっていうの分かるね、ツアーとか始めましたんで、すごい好評です。今までね、オークファンとかそういうツールでなんとか見つけようとしてた人が、全然見つからなかった人が現場行ってみてね、感覚分かったらもうボロボロ見つかるんで、こんなんでいいんですかと、なんか間違えて見落としてるんじゃないですかね、こんな儲かる商品がポコポコ見つかるはずがないなんていう嬉しい報告もいただいてますんで、まずネタ見つからない人は、リアル店舗で見るようにしてください。その方が絶対いいです。で、売上は追わないでください。利益を重視してください。で、ツールは補助的に使うということではなく、目利きができるようになってから使うようにしてください。目利きができなくてもね、使って大丈夫なツールは、聞いていただければそれは大丈夫ですっていうふうにお教えしますけど、ないんですよ、今。作ろうと思って私失敗しましたんで、目利きができるようになるまでツールは我慢してください。またね、ご質問とありましたら、お気軽にお寄せください。以上、テーマアカデミー堀秀夫でした。